鹿児島の白波スタジアムに来ています。風も強く大会温度も非常に低いですが、一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。横内新監督のもと、今月22日に鹿児島入りしたジュビロ磐田。キャンプ中日を迎えた28日は同じ J2 で戦う大分トリニータとの練習試合に臨みました。試合では昨シーズン加入の静岡学園出身古川が切れ味鋭いドリブルで好調をアピール。さらにゴール前クロスに飛び込んだのは金子。闘志あふれるプレーを見せると、司令塔の山田も絶妙なスルーパス。中心選手が順調な仕上がりを見せたジュビロ。試合にこそ敗れたものの手応えをにじませていました。今3チームに分かれてますけど、全部ミックスしていろんな選手と毎試合チェンジしながら試合してるので、お互いの特徴とか立ち位置とか、お互いの良さとかウィークなところとかを埋め合わせながら今やってる段階なので、新しい発見もありましたね。きついのはね、当然のことなので、その中で、クオリティと、あとは、戦術の理解度を高めながら、楽しくやれてるんじゃないかなと思います。一方、26日に鹿児島入りしたエスパルス。今シーズンリカルド監督が掲げるのはパスを回しボールを持ち続けるサッカーです。この日のトレーニングでは昨シーズン失点数リーグワースト3位、課題の守備から攻撃への切り返しを中心に確認していました。山原、松岡をはじめ今シーズンも活躍が期待される選手が存在感を見せる中、9年ぶりに復帰の吉田など新戦力も好調で激しいレギュラー争いを繰り広げています。さらにキャプテンにはディフェンダーの鈴木義則が就任。まずは守備を立て直し1年での J1 復帰を誓っていました。責任をしっかりと果たすのがプロサッカー選手だと思うし、自分ができることっていうのを最大限に、表現していきたいなと思います。競争に勝って自分が試合に出るために自分の特徴を出していくっていうその気持ちです。今シーズン初の J2 を戦う J7FC も磐田、清水に続いて鹿児島キャンプイン、初日から精力的にトレーニング開始です。 J2 昇格を果たし初めて鹿児島でキャンプを行っている藤枝舞 FC。 昨日は到着からわずか2時間ほどで早速トレーニングを始めていました。ジョギングやボール回しといったウォーミングアップを行った後、昨シーズンのキャプテン杉田やエース横山を中心にミニゲームで精力的に汗を流していました。楽しかったし、やっぱこの天然芝で練習ができるっていうのは本当に幸せなことだなって思いました。今までずっと J2 戦ってきたチームには叶わないっていうか、同じスタートではないと思っているので、自分たちはその上のコンディションで開幕からいけたらいいと思っています。